空まで続いて
ありがとうございます、初回にもありましたけど、まだ結成はコロナ前なんですけど、ライブ今日3回目というめっちゃほやほやライブ歴短い私たちなので、また不手際あるかもしれませんけど、どうぞご容赦いただけたらありがたいです。
ユーミンの曲はもう皆さんなんかどこかで聞いたことあるようなっていう曲が多いかなと思うんですけど、1曲目は多分皆さんご存知、魔女の宅急便のタイアップ曲でルージュの伝言をお聴きいただきました。で、2曲目も多分このジブリのタイアップ映画の曲となってまして、風立ちぬという曲のタイアップ曲、飛行機雲聴いていただきました。で、3曲目スマイルフォーミーっていう曲、多分あまりご存知ないかもしれないんですけど、この曲も実はあのずいぶん前の天海祐希が主演してたドラマシェフ三つ星の給食っていうドラマの主題歌になっていまして、スマイルフォーミーという曲お聴きいただきました。そうですね、さっきドラムの人に聞いたら俺全然緊張せえへんとか言ってたんですけど、緊張しますなぁすいません、めっちゃ緊張してます。こんなに大勢のお客様がいらしていただくのは久しぶりなんで、はい、では4曲目と5曲目2曲続けて聴いてください。恋なのにもう
盛り上がっていきます。ここまで。
曲は心のままという曲で、去年ユーミンのジャーニーツアー行かれた方いらっしゃいますか。おお、ユーミンもいらっしゃいましたね。心のままオープニング曲でした。はい、とってもあのライブでやったかっこいい曲で、ありがとうございます。そう言っていただけたら、めっちゃかわいい。ではですね、次もまた2曲続けてお送りしますが、次はちょっとしっとりとしたバラードで、ずっとそばに、そして中央フリーウェイ、2曲続けてお願いします。潜るような
拍手拍手なんか言わなあかんなですね、チューブリーは多分もう皆さんご存知かなと思うんですけど、その前のずっとそばにっていう曲は多分ほとんどの方が知らないかなと思うんですけど、この曲も実は、ずいぶん昔のアニメ映画の遠い国から北空かなんかの映画の主題歌になってるらしいんです。でこれをリクエストしたウェイちゃんもそのことを知らなかったと。さすがユーミンですね、もうタイアップ曲ばっかりで本当にまだまだもっと喋るってか。え、時間あるんやったら喋りますよ。15分ぐらいありますか。それはあともう2曲なので。ユーミンってすごい短い曲が多いんですよ、あっという間に。本当今日は9曲あるんですけど、あっという間にもう7曲やってもう段階っていう感じで。喋りましょう。あ、そう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 、あのね、コロナの前に1回だけライブしたんですけど、その時にうちのリーダーギターさんが結局ちょっと事情があって来られなくって、でこの前2回目にやったライブで初めてやったという。だからみんなめっちゃライブ歴浅いというか、ひよこちゃんと私だけですね、3回やってるのなんです。すいません、そんなんどうでもいいですね、申し訳ないです。ユーミン愛を語るとこんなん、そんなちょっとやそっとじゃ持たへんので、皆さんにご迷惑なるかなと思うんですけど、コロナ禍でユーミンの先ね、ツアー行ったって言った、なんかあっちの方にもユーミンのこと好きやねって言ってくれてはった人が一人二人ですよね。あとはリュウチップさんのお目当てで来られた方で、すいませんね、ユーミンの曲あんまり知らん曲多かったらつまんないですね、申し訳ないです。そうそう、今日ね、安村さんありがとうございます、もう優しい言葉。そうそう、今日ね、ここに来させていただいたんです、これ言わなあかんかと、リュウチップさんが、まあ、主催されてて、で、オフコースバンド、ファーウエストクラブバンド、クラブバンドでしたっけ、あ、ファー、持ちましたっけ、の、方をとまずやるって言ってはって、でそこ の青山さんって方が、ユーミンあったらユーミンも一緒にしてほしいなっていうことで、この夢の共演、夢でもないけど、本家やった夢ですよね、その3バンド、もうみんな皆さんど真ん中の方々ばかりでしょうか。私はもう完璧にど真ん中で、リュウチップさんもオフコースも、もうめっちゃ知ってる曲ばっかりで、ここ今日は自分が歌うというか自分ら演奏するよりもそっちの方を楽しみにしてきたという感じなんです。で今だからとかってね、やったらよかったよねとか後になってから思ったんですけど、もう遅いわって感じで、今だ皆さん知ってありますよね、もちろんね、大地さんも今だからユーミンの曲、ね、昔でまたユーミンがリバイバルでちょっとね歌う感じですけど、そんな感じで本当にこんな対バンさん、2バンドさんを楽しみにしてたライブは私は今までないんで、本当に今日はここに呼んでもらえてありがたかったです。リュウチップさん、そして、ファーウエストクラブバンド、皆さんありがとうございましたって感じなんですけど、ファーイーストクラブカフェっていうのが東京にあって、多分そこをもじってはると思うんですけど、私も行ったことあります、東京へ行った時行ってみました。まあそんなんどうでもいいんですけど、ちょっとは時間いけましたか。あんまりにも余るのもあれなんで、はい、では次は知ってる方多いかな、14番目の月というちょっとこうノリのいい曲をお聴きください。Yeah.
Thank you.
Thank you.